はい、ということでついに今日はカウンターができたみたいで、はい、この俺たちの作った簡易的な雑魚いカウンターからかっこいいカウンターに変えましょうということで、あのテンフィールドさんにお願いしてたんで、はい、取りに行ってちょっとかっこいい車と若干見ましょう。はい、はい、でみんなはバイクでついてくるらしいから、はい、じゃあ今日の意気込みちょっとよろしくで教えてよ。安全運転で行くんでよろしく。はい、キャプテン、キャプテン安全運転で行くんでよろしくすいません、行きましょう。ナイス。ガソリンです。楽しみ。うん、久々の。久々だね。ね、暑いね。でも暑いね。あ、帽子預かっとく。あ、ほんと。いいじゃん。僕たちは車で、はい、トラックで快適に、快適に、はい、バイクは快適じゃないみたいじゃないですか。なきましたね。実はトラブルがあり、はい、途中でファンヘッドが止まって。そうなんです。鬼キックで、はい、やばかった。いいね、キャプスト。はい、今日キャプストニット着てきちゃったと思ったらさ、キャプスと、はい、キャプスとキャプスト、キャプストでキャプストやってますね。俺らね、チームキャプストだね。、はい、やってますね。チームキャプスト。手間だ、手間、手間だ。行きますか、じゃあ。はい、ここなんですよ。ここ、あ、すごっ。どうぞ。私が先頭です。お邪魔します。あ、お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。涼しい。マジエアコンあんなにでかい。テンフィールドの天野さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。すごい、よくない、やばい、すごい。雑貨も、雑貨っていうんですか、まあ、ガレージに付随するようなものを集めて、まあ、ガレージにお客様に育てもらったような提案できるんで、あとは趣味。趣味ですか。欲しくなっちゃうんですよね。そうですね、古いやつ。はい、今だったらと、これ欲しくて。めっちゃいいじゃん。これ、ブッソだ。おしゃれ。いい、これはいいよ。いいね。買った方がいいよ、これは。これちょっとツバつけといていいですか。あ、いいね。バブでしょ。バブで、これのコロナバージョンがあって、あ、 それを売ってほしいって話にして。あ、そうなんですね。ちょっと、ツバつけかけとる。ツバつけかけとる。上回れる。上、すごい。あ、こっから。めちゃくちゃおしゃれじゃん。いいですか。はい、行きますか。あ、これいけるかな、俺。すごこれもいいな。あ、いいじゃん。すごいですね。めっちゃいいそれ。いい、いい。あー、なるほどね。フェンスで閉じたのかっこいいね。かっこいいね。あ、かっこいい。あ、この感じね。メッシュ、うん。あ、塗ってあるんですか、コンパネ。
を一応塗ってあって、ね、塗ってくのだいぶ大変だった。そうっすよね、一人で。あ、そっかそっか、アイアン家具も作って。そうですね。で、まあ、この前でお作りしたいと思ったんですけど、僕らもレゴトレーン食べて。これ回ってるんですか。そう、中にモーターが入ってて、かっこいい、うん、すごい。あ、来た。当たれた。あ、めっちゃいいじゃん。これいいね。これいいよね。あ、誕生日っすね、12月。ごめん、リッキー君。その前に俺11月誕生日。ごめんごめん、その前に私今月誕生日。続くね。みんな続くね。これもかっこよくないですか、この。工具箱的に、なんなんですかね。パーツを入れるのかな、パーツとか。あとこれも欲しいんですよ、フォード。あー、いい。これいいじゃん。とりあえず今日これ買ってていいですか。あ、かわいい。ファイアストーン、ファイザラ。あ、で、こういう家具も。これはパーツ書いてあるね。え、このラックとか。すごいね。あ、リュウタロ君、一軒家っすよね。一軒家。いいのあるんですよ。何？ちょっといいですか、見させてもらって。あ、はい、いいのあるんですよ。いいの？一軒家さんからおすすめの商品があります。いきなり始まったね。来たね。商談です。商談、あ、商談始まる、はいはい、やっぱ一軒家でカーポートあってバイク買おうと思うと不安じゃないですか、うん、不安。これなんですよ。これめっちゃいいじゃん。これ作ってるんですよ、やばくないですか。これを全部オーダーで作って。やばい、はい、稲葉さんじゃないです、天野さんです。うまい、はい、うまい、天野さんです。うわ、めっちゃいい。かっこいいよね。めっちゃいい。あ、電気工事も入れて。そう、ここからもう、ここからいいって引っ張ってて、裏で。はいはいはい、はい、それで刺してもらえるね。あ、でもすぐ引っ張れる、外にコンセントあるもん。そうですよね、うん、ちょうどこれがまあバイク一台用なんで。俺のバイク入るね、絶対。あ、余裕で入ります、ね、余裕で入るよね、はい。で、ちょっとあんな感じでヘルメットとかも置けるしね。そうですね。オーダー効くんで、でかくもできる。あ、そうなんだ。フルオーダー。フルオーダーで、フレームから一から全部作っていくんで。一人でやるんですか。まあ、一人やばい、一人ね。そこに合う好きなサイズでいける。あ、じゃあちっちゃくもできるし、大きくもできる。そうそう、はい、しかも、あの、稲葉さんだとこのやっぱ外の色とか白だったり、うん、うん、そうだよね、ザーな感じだよね。こっちだとちょっとなんかマットグリーンっぽいような色で、うん、おしゃれ。何種類か選べる。あ、選べるんですか。めっちゃいいじゃん。かっこいいよね。ここの色も選べる、シャッターの色も、窓の色も、この上の色も全部選べる。あと床の色も選べる。あ、ちょっと入ってみてください。いい、はい、お邪魔します、すいません。あ、いい、めっちゃいい。映える映える。いい大人の基地って感じ。大きいのつけたりとか、はい、ちっちゃいやつとか、まあ、サイズはいろいろあるんで、窓も、あ、選べるっす、ね、めっちゃいい基地だ。え、マジですね。うん、俺自分家なのにさ、自分の部屋ないからこれマジで欲しい。あ、部屋、中に中にないんだ俺。あ、そういうことですね。エアコンも、エアコンも。あ、いい色。てかこれめちゃくちゃ軽い。めっちゃ軽い。ちょっとやっていいですか。それは歩き方。あ、いい、楽で、壁とかをこう棚つけてみたりとか。うん、そうだよね、うん、こうカスタムできるもんね、うん、色も塗れるし。ということで、まあ買って帰ります。そうだね、ちょっと一回だけ持ち帰らして。嫁さんにね。嫁さんに、そうそうそう、ね、そう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 。あれダメなの、パーキング、駐車場借りて、駐車場にこれ置いたらダメなの。もういいんじゃない。あ、大家さんがいいって言えば全然いいじゃん。めっちゃ良くないそれ。次決めんね。そうそうそう、回ればいいじゃん。確かに、マンションの人も。そう、あー、いいよね、うん、いいこと言うね。あれ、今日冴えてるね。いつもです、いつも。あとは変形地とか、こう三角になったりとか、そういうのも作れる。あ、すごい、まあちょっと要検討で。そうだね、はい、要検討 で気になる方はちょっと概要欄から天野さんのエンフィールドガレージ見てもらえれば、まあ、中に飾るああいうのもある。あ、確かに、あの中のやつで、はい、ランプとかその辺で飾り付けてもらったりということで、見ちゃいます。え、今見たんじゃないの。もう俺もカウンターですよ。あ、そうだ、何がどうか分かんない、違ったんや。めっちゃ面白い。
ジで抜けとった。勘弁してくださいよ。お願いしてるんですか。今もう心がさ、このね、ミニガレージに行ってた、全部。引かれてた。引かれてた。あー、すいません。一発4000なんで。ごとでしょ。ごとなんですか。ごとですよ。じゃあ、工場。工場、すごい。半分店舗で半分は生活工場。へぇ。で、まあ一応こっちが工場。はい、お邪魔します。お、広っ。やばくないっすか。うわ、やばマーキュリー、めちゃくちゃかっこいい。やばいっすよね。やばい、マジで。10年以上持ってるだけって。乗ってない。めちゃくちゃかっこいいじゃん。はい、これちょっと譲ってもらう話して。こっちだったんだ。めっちゃいい。あ、ファーレル。あ、こっちも。バイクも。あ、エボですか。これエボですね。渋っ。やっぱこのロードグライドのこのここが仮面ライダーみたいでかっこいい。ああ、そうだよね。あ、ストリートグライドか。かっこいい。いいっすね、やっぱこれ。似合いそうだね。うん、確かに。で、これマーキュリーは何年のやつなんですか。これは51年。51年。あ、で一応中もやってやってっていう。エンジンも一応なんか新しいエンジンなのか分かんないけど、はい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 、なってる感じですね。かっこいい。あ、なんか金箔みたいな塗装がすごいよね。かっこいい。あ、乗ってないね、綺麗な。売ってほしいです。俺似合わん？違う。いや、似合わんことはないんじゃない？乗ってみますか。あ、いいっすか。ドアノブがない。ドアノブないんです。本当だ、ドアノブない。渋、やば。見てください、あのダッシュボードっていうか。うわー、かっこいい。かっこいい。かっこいい。あ、シート紫っぽいのかっこいい。内装も全部やってある。内装も全部やってる。あ、なんかこうすっきりしとんね、これ。うん、あ、本当だ。乗りやすそう。いいですか。あ、全然いい。お願いします。あ、したいね、全然。いい。いい。あ、全然いいよ。いい、いい。全然いい。じゃあ思ったよりっていうか、そのね、多分リッキー君の想像よりいいよ。え、欲しいです。え、これ屋根詰めてあるんですか。これはしないで、ノーマルになってる。これはノーマルになってる。なんで頭は全然余裕が、みんなまずはこんなもんなっちゃうんで。そうですよね。かっこいいよ。いいですね。鳴らしまう。全然余裕あるぞ。でかいだわ。あ、なんかね、大きい人とかね、似合う。なんかさ、黒いダブルのスーツ着てさ、あハットかぶって、ね、ハットってね、似合うね。なんか2人で並んでってやばいね。似合う。じゃあなんかね、頭の高さもちょうどいいよね。怖い。やばいやばい、やばい、こうします。小芝居よね。あいつは降りね。もう今は分かんない。あ、ドアノブないから。見ちゃいます。見えてるんですけどね。あれだ、はい、これはやばいでしょ。どうですか。うわー、すげー。おお、めちゃくちゃ大きい。めちゃくちゃかっこいい。すごい、かっこいいね。やばい、かっこいい。重厚感って感じ。なかなかバーカウンターこんなイカついのないよ、うん、すごー。裏側、あ、いい。荷物が、あ、網で。めちゃくちゃいいじゃん。あそこの隙間、琴音さん寝転がれますから。かくれんぼとかね。かくれんぼとかすぐバレるっしょ。これやばいっすね。かっこいい。うわ、いいね、こういうの。かっこいい。本当のやつだ、もうすごい、ね、偽物かどうかチェックして。チェックじゃないのよ。すごいなと思って。ちょっとお任せでこう作ってます、うん、あ、そうなんだ、いい感じに。かっこいいっすね。シグ、うん、重たいです。そうっすよね、重たいですね。いける、俺ら二人で。持ってかんとかに。え、ちょっと琴音さん、あっち見て、行ってみて。え、いい、いい、うん、めっちゃいい。でかい。こうやってするとすっごい大きい。いやいやいや、全然、うん、あ、でも椅子置いて5人ぐらいがちょうどいいぐらい、多分。一応その想定で、うん、サイズだけ。この木、なんて言ってましたっけ。これは、ムクのフローリング。フローリング、フローリングを貼って。渋いよね。渋い。ありがとうございます。
はい、あげます置きたいねガレージ、はい、バーンしたいですね、うずうずしますね、うずうずしちゃう、今から組むんですか、そうです持てるこれ、こいつを一回こっち出してもらって、こいつで釣る、あ、これで、はい、こいつでトラックに下ろして、はいはい、置いてトラック下げてもらって下ろす、あー、そうです、なるほど、なんで、こう一回台車に乗せてもらって、そこまでゴロゴロって行って、そこで上がるわ、上がる、本当に、うん、一人でみんなおれば何キロぐらいあるんだろう、100キロぐらいあるかな、100は絶対ある、マジ200いくか、200もないかな、木が重たい、木が多いんですね、鉄より、かっこいいっすね、かっこいい、やばい、激渋、簡易的に作った足場パーカーのボーンとかしてこうなっとるもん揺れる、あいつはテーブルとしての機能はしてないよね、ここで3貼ってある、で一応段をつけて立体というか、立体ですね、木だとなんかこうなってるんですもんね、はいはい、DJ もできますね、 DJ DJ お願いします、オスオス困ったらオスです、困ったらオスです、でかい男の人が似合う、うん、あ、いらっしゃい、海賊の店、うん、海賊の店、なんか樽のグラスとかいいよね、いいね、いいね、積んじゃいますか、積んじゃいますか、いきますか、いいですか、うん、おー、あー、こういうことですね、ドンスを、おー、いける、おお、すげえ団長すげえ、団長無理したらあかんやん、おーすげえ、血管切れてない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、おー、でけえ、でかすごい、ナイスバックだったね、はい、うん、ありがとうございます、これでいいですか、あ、いいな、うちもウィンチつけようよ、これ便利、これめちゃくちゃ便利だね、めっちゃ便利、ね、ちょっと下ろしますよ、はい、おい、おーすごい、いい、はい、おーすごい、乗ったね、ねえ、アーラさん、ついに来てくれるんですよ、あっす、あっす、あっす、トロメくんなんで、すいませんすいません、うちのチョロナメが新メンバーのチョロナメくんです、チョロナメくん、チョロナメくん地元先輩後輩なの、そうそう、全然違う、いや、まだ3ヶ月です、え、あ、そうなの、はい、まだ3ヶ月ね、すいません、あの、3ヶ月で先輩たち来た、仕事されてます、毎日、でも3ヶ月でもう5年分ぐらい一緒におるでしょ、そうですね、毎日いますからねありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ戻りますか、戻りますか、ついてきていただける、あ、お願いします、お願いします、バイク楽しかった、楽しかった、持ってきたね、ガレージに、楽しみやね、うん、楽しみですか、楽しみです、団長、はい、楽しみです、楽しみです、バイク楽しかった、最高だった、いいね、帰り最高、涼しくて風やばかった、めっちゃ、あ、ほんと、うん、ちょっと怖かったもんね、電気もやばいよ、いよいよ、わあ、うわ、すごっ、仮付けでやばいね、これハマさん、すごっ、これはもうハマさんの最高傑作です、これはやばいわ、すごいパンチやばいっしょ、やばいね、とりあえず今日はメリーゴールドみたい、はい、これを下ろして、うん、これも一回刈り上げで、番組のセット、あ、セット作ってたんですよね、昔、いや、すごい、テレビ番組のマジすごい、やばいね、うん、どうですかこのカウンター、イメージつくように3600で切って、はい、こんな感じかなみたいな、グラグラ、奥はこの辺、もうちょっと、あ、奥のこっちですね、おそらくここら辺ぐらい、うん、あ、ここにあの棚もちょっとお願いしてて今、あ、はい、はい、棚が2730、ここにドン付けしたいんで、うん、ってなるとこっから 43.5cm をこっから出す、うん、どうするこれ、持てこ、どこに、そっち、俺たちの傑作が、はい、あー壊れた、あー、俺たちの傑作が、傑作がはい、せーの、もう一回、せーの、結合、やばいっす、やばいの、
どうする？向こうのさ足の下にさタオルかなんか引いてさ。あ、そうしよう。あいいっすか？うん。せーの。あ、すごい。ちょっと待ってよ。はい、引っ張って引っ張って。はい、これでいいよ。いい。はい。で、これら連れていこう。あ、すごいすごいすごい。え、このまま持っていいの？このまま持っとくか。いい？はい。せーの。で、はい、一旦そっち持ち上げて。あ、ダンプ抜きます。抜いて。ああ。いやー。はい。はい。おお。オーケー。あ。おお。あんまり。下をなんか持って止まってから。すごい。せーの。そんなもんない。あ、一人で十分。あ、出た。はい、あ、本当だね。うわー、すごい。これやばいね。もっとこっちだよ。せーの。はい。なんか何もできた。すげえ。これやばいね。すごい。うわー、すごいな。完璧じゃん。すごい。ここでみんなでゲームするんだ。すごい。いやー、いいね。かっこいい。やば。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。やばいね。合いますね、この椅子ね。じゃあレベル出しますか。やばい。ちょうどいいよ、なんかさ。ねー、いいね。かっこよすぎる。後ろの鉄骨が見えんくらいだな。いやー、めっちゃいい。いいね。なんか物が置いてあるから、かっこいい。海賊だ。これやばいね。海賊みたいな。ソファーとめちゃめちゃ合う。あれですよね。あれ、ゲットしてる。これやばい。テキーラ滑らせれる。水平ですね。あ、今水平？水平。ちょっとこっちが上げですね。かっこいい。かっこいい。ゲームあそこにモニターつけるから。うんうん。いいね。並んでゲームだね。ここで、うん、みんなで。めちゃくちゃいいじゃん。タブちゃん取りながら。うん。いいね。ぶらつかなければ。あとは打てばいいですね、下。まあでも大丈夫そうだ。全然さっきより安定した。揺らそうと思えば揺らせるけど、そんなあれさっきより揺れん。普通にこうやらずには何にも揺れんもん。よいしょ。タコスください。タコス。はい。タコス来たって。いらっしゃいませ。留学生のベトナムの。そうです。そうです。いいね。あれ？わお、ゲットしてる。いいね。やばいっすね。やばいね。バーのとこに置きたいね、なんかどっか、うんうん、本当は吊るしたいんですよね、あの回る系をだね、うん、どこ？そこ穴開ける、うん、おお。あ、ここいいやん。いいね、いいね。はい、ということで、はい、無事備え付けして、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。無事着いてよかったです。めちゃくちゃかっこいいの作ってもらって、うん、で、僕これとこのファイアストーンの灰皿とこいつをゲットさせてもらって、うん、おー、いいね、これいいっすよね、うん、めっちゃいいね。なんで、まあ、雑貨、家具、僕のおすすめはあのガレージですね、うん、あれめっちゃいい。あのリュウトラ君買うやつ。お願いします。あれはいいと思うね、うん、ぜひ皆さんお願いします。なんで、天野さんのテンフィールドガレージのインスタグラム概要欄に貼っておくんで、はい、皆さんチェックしてみてください。そんな感じで、またちょっと棚がありますけど、まだ、はい、そうですね、お願いして。棚またでかいですね。棚がバカでかいのが今来るんで、お願いします。あ、お願いします。お願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。